られぬ場所。ここは一体どこなのでしょう。こんな新作にまで呼ばれて飛び出るとは、人気者の辛いところですね。成田め、オリジナルキャラだけでは不安だからゲストキャラが欲しいなどと多忙な私に声をかけてくるとは、愚か者なりに賢明な判断ですが、随分と弱気なもの。かつての睾丸はどこに行ったのやら。私とてメルブラの主役として10年を務め上げたに、古参タイトルとはいえ、こんな新参者にとって代わられては直れも良いところです。とは言っても現在の技術で作られたこのゲームのクオリティは認めざるを得ない。この横に広い画面、このドットの細かい体、どうにも足元がスースーして落ち着かない。もし隣や近くでメルブラが動いていたら、比べてみると技術の進歩がわかるはずです。そして比較としてそちらの方もワンプレイしてみていただけるとありがたい。かっこ宣伝かっこ閉じる。5本、セールストークはここまでにして、ゲストキャラである私にまともなストーリーなど望むべくもないのですが、締めるところは締め、ルーキーたちにこの業界の礼儀を教えるのも勝ち組の務め。アーケードで通じるゲームというのがいかに難しいか、先人たちが築き上げてきたこの業界がどれほど偉大であったかを教育しましょう。こんな学用帳を未だに用いる時点で厳しいと言わざるを得ないのですが、覚悟を決めろ。見せてあげましょう、年季の違いを。ファーストクローズ、リバイド。やるでも引きまって、そんなもんスライドエア引きまって、覚悟しろよバカだ。海はもう歩み、海はもう引きます、引きます、まさかそのせいでエーテライトグラウンド、動くな、つけ上がりを欲しいな、動くな、欲しいな、予測数値以下とは恐れない。ウィン、なかなかやり終わる。セカンドクローズ、リバイド。もういい、そこで足元に注意。海はこちらから潰れろ、さあ終わりか、やっ潰れなさい、時間だ、さあガンではなく、やっお分かりいただけましたか。ウィナー、エルトン、パーフェクト。慣れぬアウェーでの戦い、それを考慮しても不本意な結末。この風の流れ、やる気なのね。ファーストクローズ、リバイド。ファイト、はぁ、引きます、はぁ、はぁ、うん、つぶれなしで甘い甘さ、かすい、はぁ、かすい、そこで、ファイト、はぁ、もっと、そこで、いらり、おぉ、はぁ、はぁ、よっしょ、はぁ、ファイト、やぁ、数値以下とは、次は行かせないからね。パーフェクト。セカンドクローズ、リバイド。風、ロー、ハッ、大事に、ハッ、セット目、オーダー、左、セッ、ヤン、ハッ、セッ、風、セッ、ロー、セッ、スライトエア、ハッ、セッ、ハッ、ハイト、根元は全然です。そこ、ヤッ、オース、ソッ、エア、行きます。オースだ。止めた、左、
ベルトマン。闇雲に暴れても状況は変わらない。窮地な あなたがヒルだ。この物語の最大の悪役であり、この事件の首謀者だ。あら可愛い子。知的なところは好みじゃないけど、私は何でもお見通しですって顔しちゃって、そこは可愛くない。その通り、私は何でもお見通しです。今までのルーキーと同じように考えていると痛い目を見ますよ。まばゆき闇、あんた一体何者なの。そんな落ち着き払った顔しちゃって可愛げもない。見たところそんな強力なインバースだとは思えないんだけど。全く異質のチャンネルインタプリタ、起きるはずのないバタフライエフェクト、異作世界のクアンタムトゥネリング、それが私です。人はいつしも儚い可能性を求め、それにすがり生きている。解釈？波紋？言ってることがさっぱりわからないっての。まるで遠い外国から来たみたいな言いぶりだけど、もしそうならわざわざご苦労なことね。遠くからわざわざ来てもらったのに、この私にゴミ虫みたいに潰されちゃうんだから。この力、この強さ、持つ者ゆえの苦悩、あんたみたいなのにはわからないでしょ。あ私もかつてはストーリーの中枢に絡み、姿は違えどラスボスにまで上り詰めたことのあるに。ヒルダ、あなたが今抱えている苦悩は手に取るようにわかる。ですから、ここでその鎖を解き、あなたをその呪われた運命から解放しましょう。なーに、このゲームがあと3作も続けば、あなたも路地裏住まいのいじられキャラとなって、私の苦悩がわかるはず。ファーストクローズリバイド。引きます。そこです。引きます。もったいない。よし、せい、引きます。はっはっ、逃げた。ガン差しなさずね。引きます。はっ、強いわ。逃げ、もろいわ。やります。引きます。よし、死ぬ。はっ、強いわ。引きます。はっはっ、ガン、やります。行くわ。せい、ほらこれ。よっ、メガン、まだだ。行きます。行きます。跳ねなさ、逃げない。やります。行きます。出なさ、やっやっ、怖いわ。もったい、逃げない。行きます。やっ、まるで死、逃げ強いわ。上手に行きます。行きます。逃げと行くわ。やっ、あなたはまず無謀という言葉を言うべきだ。エルトン、服が汚れちゃう。セカンドクローズディバイド。逃げない。セカッセカッニッセカッヌハッ、砕きなさい。行きます。セイクヤッ、もったいない。根元は千年です。お上手な。もったいない。セイクセイ、潰れなさい。セイクセイ、もったいない。砕けちゃう。やっ、もったいない。まるで、もったいない。やっ、せっ、やっ、せっ、もったいない。ぬぬぬ、やっ、せっ、なんもない。行きます。はっ、やっ、もったいない。はっ、ふっ、行きます。やっ、はっ、やっ、やっ、投げちゃうぞ。はっ、はっ、もう、せっ、行くわ。せっ、行きなさい。せっ、やっ、止め。そこです。まるで、ブレイクダウン。以上です。わかりきったことなくでした。エルトン、闇雲に暴れても状況は変わらない。
見せてあげましょう、年金の違いを。ファーストクローズリバイド、引きましたら、チェックアップ潰れなさい、引きましたら、テレスライトエア、まだだ、アイアン、これからセカンドクローズディバイド、全身チェック、いきます、スライトエア、チェック、では、しまっ、爪がいきます、いくよ、チェック、全身そうすると思った、やらこんち、しまっ、チェック、少しずつ積み重ねていこう。ウィガーロンドレキア、サードクローンディバイド、行くよ、まだだ、やりますね、やりますね、スライトエア、全身する、つぶれなさい、つぶれなさい、やつぶれなさい、そこで、こうか、引きます、やっ、引きます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 、常人の息は出た。見せてあげましょう、後悔してももうせえ。ファーストクローズディバイド、落ちない、引きます、テレスライトエア、引きます、引きます、そうか、やりますね、つぶれなさい、やめて、やめて、パワーだけはあめさ、やめて、やめて、やめて、はぁ、いきます、目元は着地戦で、はぁ、よっ、はっ、はっ、はっ、つぶれなさい、はぁ、しっ、はっ、つぶれなさい、はぁ、はっ、やぁ、つぶれなさい、やってくっしょ、つぶれなくなる、あなたはまず無謀という言葉を知るべきだ、エルトン、やってくれるじゃねえか、セカンドクローズディバイド、やっ、はっ、聞きます、死ぬ前返した、やってくっしょ、やってくっしょ、やります、や、動くな、テレスライトエア、セッ、そこ、セッ、潰れ、やー、セッ、引く、や、潰れなさい、ロー、ハッ、や、ハッ、ロー、テア、テレスライトエア、セッ、や、ハッ、や、セッ、ハッ、死ぬまい、ロー、
やってくれたし、よっしゃ、まだまだ、死ぬまで、おいしい、いくぜ、死ぬまで、つぶれなさい、やっつぶれなさい、はっ、カウンター、ブレイクダウン。お分かりいただけましたか？ウィナー、ベルトラン。戦闘終了とも呼べぬものでした。これは可愛らしいお嬢さんだ。もしかしてあなたにも白いそっくりさんがいたりはするのですか？こう、雪や氷をふわっと。ヒロ、そのような姉妹魚。ほんの冗談ですよ、冗談。わかっています。それでは、おそらくあなたはメカというカテゴリーでしょうから、やたら何かとタッグを組まされて登場していたりするのでしょう？そうでしょ？その質問にも、該当事項は存在しません。イグジスともファルスとも微妙に異なる力の根源を操るもの。あなたは何者なの？この場で排除をするべきなのか判断に困るところ。はぁ、まったく神話性の高いネタを振ったつもりでしたが、これだけの絶好球を2つともスルーとは情けない。最近のルーキーのコミュ障具合ときたらないものだ。嘆かわしい。沈黙系プラスゴスロリ系と壺を得ているあなたになら、この世界を渡っていくためのアドバイスなど不要だと思っていたのですが、まだまだ足元おぼつかぬルーキーには違いないということか。何か面倒な気配がするので、私はここから撤退をします。あなたは虚無、義探外のものであると判断した。従って我々は戦う理由を持たない。もっとも、私の敵対性ですか？そうですね、ルーキーへのレクチャーという名の敵対性。これをたくさん持っていると言えるでしょう。そう、たくさん。従って話は別になるので、我々はここで戦う理由があるということ。さあ来いなさい、教えを知りなさい、厳しさを。この世界にいる以上、いつ誰の挑戦でも受ける気でいなくてはならないのだから。ファーストクローズリバイド。加速だ、加速だ、セイクマス、セイクスライドエッジ、カバリーロー、レアチカノカレセカンドクローズリバイド。行きましょう。つぶれなさい。衝撃を。やだ。つぶれなさい。くさばり。世界。大分。爪が。ロケ。つぶれて。打ち返せ。衝撃を。行きましょう。レア。やりますね。セイク。コンバージョン。行きましょう。ロケ。ちょっと待って。
ましたか？ウィナー、エルトナー。戦闘終了とも呼べぬものでした。あまりの手命が惜しければ邪魔をするな。年季の違いを。ファーストクローズディバイド。行きます。やそこです。なかなかな。そこです。あなたに潰れる。それなりには前に散る。やりますね。よそこです。耐え切って一戦。なかなかな。そこくだらん。セッティングライトエア。止め。くだらん。なんだそれ。止め。そこです。なかなかな。なかなかの腕だ。あなたはまず無謀という言葉を見るんだ。エルトナ。セカンドクローズディバイド。そこで相手の手に中の手の手に行きます。そこで相手の手に中の手に生きてるか。さっき止め。はロンはっ見えました。ここやってよ。つぶれのせつぶせは引き寄せる。走行の弁当が罪に落ちる。詰めが甘い。遅い。さっき先生かけるエルトナ。あなたごときの相手、計算も予測も高速思考も必要とし。我、シストも死せず。ファーストクローズディバイド。行きます。やりますね。やりますね。爪が爪が引きます。止め。そこです。やりますね。やらかなか。ここから。潰れました。そこです。そこです。このレッスンぬっせっやるの本当に。やりますね。進めるか。そこです。終わりか。二人でやるの。特訓部屋。終わりか。なかなか。このレッスンこのレッスン終わりか。そんなものか。止め。気をせる。止め。潰れなさい。引きます。はいな。予測数値以下とは情けない。敵侮り方し。セカンドクローズディバイド。爪が爪が甘い。爪が動くな。そこなかなか。抜かった。いきます。そこ。俺に耐えられるか。やりますよ。あいない。終わりか。なかなか。
甲斐ない。みんな、一度花を持たせましょう。サードクローン、ディバイド。発射。爪が甘い。カンパ。そこです。行きましょう。そこです。そんなものか。やるの。足りない。やりますね。見えますか。やるの。お前の罪を数えなさい。やるの。つぶれなそこです。ウィンドエルトム、私とていつまでも出会った頃のようなルーキーではないのです。再び出会う機会があるなら。あなたがリンネ。その身のこなし、どこかで見たことがある。そう、何か線が見えるという彼女の動き、あなたにもそれが見えるのですか。あいにくだが、そういうのは信じてないんだ。すまないな。微妙に会話の行き違いを感じますね。よろしい、この話題からは離れましょう。これ以上突っ込んだ話になると、さすがの私でも責任問題に発展してしまう。出会い頭に随分奇怪なことを口にするんだな。お前は何者なんだ。私の素性、いいのですか。答えてしまって。私は今回ここには無断で出演している。このことが上にバレれば莫大なギャラが発生する。相手が月だけに天文学的な。それは困るな。私もハイドも、特に私は貧乏なんだ。何せ今は住むところにも困っている居候の身分なんでな。リンネ、急にあなたというキャラに親近感が湧きました。住む家がないというのは、場合によっては素晴らしいアドバンテージとなり得ます。名乗らないのは構わないんだが、呼び名がないのは不便だろう。偽名でもいいよ。何か呼び名を教えてくれないか。そうですね、では私のことはエルトナムさんと呼んでください。親しみは込めなくていいので、ただエルトナムさんと。エルトナムさんか、わかった。お前ほどの者がわざわざ道化を演じる必要などないだろうにな。道化、いいですね。今の私を表現するには最適な言葉です。不労所得、かっこいい。ではリンネ、あなたが2代目のワンダラーを名乗るにふさわしいかどうか、この初代ワンダラーが試させてもらいます。あまり嬉しくない襲名の儀式だな。ファーストクローン、ディバイド。はっ、やっ、なかなか。ディズライトエア、爪が甘い。舐めるディズライトエア、爪が甘い。行きます、動くな。行きます、行きます。今最適戦略、動くな。爪だ、根元は全然でなくて、そこに行きます。まだだ、ペア潰れなさい。壁をやります。行きます、爪が甘い。なかなかいけ、そこはアーコンだな。そこで、なかなか詰めた。予測数値以下とは、さらに動きはやめた。ベルトナム、セカンドクロー、ディバイド。いきます、詰めた。エレクライトエア、詰めが甘い。いきます、ゲッツリン、やります。やから、どうだペア、そこへ。爪が甘い。ディズライトエア、固める。
わかりきった結末でした。ベルトナム。慣れぬアウェーでの戦い、それを考慮しても不本意な結末です。この私が受け、あなたがこの世界の主人公ですね。はじめまして、新旧主人公が揃い組。ここはあ…なんだよあんた唐突に。主人公？俺が？何言ってんだ。主体性に欠けた曖昧な言動、絵に描いたような今時の装飾系。どうしてこう主人公属性の男性というのは揃いも揃って優柔不断なんでしょう。いや、わけわかんないこと喋る前に教えてくれ。お前は誰なんだ。そうだよ、まずは自分の名前くらい。なぬ、あなたより数倍も数十倍も数百倍も有名なこの私に向かって誰なんだ。幾度となく大会でも優勝を経験し、 A 級コンボを持ち、10年も前からこの世界で活躍している先輩に向かって、まったく嘆かわしい。ここは一つ、先輩である私が大人になりましょう。私の名は、そう、エルトナム。ここではエルトナムさんと呼んでください。権利的な問題とか政治的な問題とか感情的な問題でいろいろ伏せますが、職業は錬金術師です。ほんとマイペースで喋るんだなお前。いや、エルトナムさんよ。ったく、この夜には変な連中が大勢集まっちゃいるが、あんたの変は飛び抜けてるよな。同じこの世界の住人とは思えないぜ。ほう、私から異なる波長を感じ取るとは、あながちバカでもないようだ。その根拠のない直感だけは主人公らしいと褒めておきましょう。だが、長い間私たちの世話になっておきながら、ようやく完全新作を作ったかと思えば、念願のハイレゾナイズも私一人。この怠惰、物臭、不甲斐なさは到底許されるものではない。ようやく確証を得ました。どうやらちょっとアーケードで長売れた程度で、調子に乗ってオリジナルを始めたというのも事実のようだ。愚かな。しかし、これも後輩の育成&新人教育の場だと思えばいい機会。10年の月日がもたらした決して及ばぬ実力の差、解くとその目に焼き付け、悔しさのあまり大パンして家に帰りなさい。あな、ま、それはそれとして、コンパネに八つ当たりするのは禁止ですが。ファーストクローズディバイド。やっ、まだだ、まだだ、引きます、まず止め、ガンを見せる、こっから、やってみせる、ガンで、やりますね、まだだ、知らねえよ、無謀という言葉を知るべきだ。エルトナ、セカンドクローズリバイド。離せ、爪が引きます、引きます、飲まれろ、爪がフライトエア、まだだ、やされる、見せる、やりますね、そこで見らんね、引きます、動きだ、やるじゃん、気をつけて、まだだ、やります、
戦闘終了とも呼べぬものでした。あ、はあ、忙しい私を呼びつけ何をさせるのかと思えば、このようなルーキーたちのおもりとは。バカにするにも程がある。私がかつて戦ってきた相手に比べれば、彼らなど文字通り赤子の手をひねるようなもの。このゲームも初めてにしては頑張っているようですが、フランスパンがどんなに頑張ろうと、この舞台は次のメルブラのためのステージ。その経験値は全て有効活用させてもらうとしましょう。とはいえ、こうなるとメルブラの方が出るまで先は長そうです。それまでの暇つぶしとして、しばらくこちらに留まるとしましょうか。しかしキノコめ、一体いつになったら次の新作に着手するのか。あの男もそれなりに働くのですが、いかんせん雑務が多い。そろそろ心を鬼にし、各種コンシューマーゲーム機を取り上げる必要があるか。思えば物語の主役として生み出され、既存の輪に放り込まれ10年、ようやく輪に溶け込み、周囲に認められた直後、また別な輪に放り込まれた。私もつくづく因果の定めのもとに生まれたものですが、それも悪くはありませんね。比較ものから生まれた身であればこそ、世界の垣根は越えやすいようだ。私はここ10年を忙しく生き過ぎました。これを期とし、別な世界を見て回るとしましょう。次なる舞台、来たるべき時のためにも。インバースか。また時が来たら、ぜひ相まみえたいものです。それまで、彼らがこの厳しい戦場で生き残れることを祈りながら。キノコの束縛から逃れた私には、もう恐れるものなどないのだから。ゲームオーバー。